場第1弾で怪物 FW 獲得。リバプールがエールディビジの PSV アイントホーフェンに所属する21歳のベルギー代表 FW ヨハンバカヨコの獲得に動いている。ノッティンガムが移籍先候補から交代したことと、バカヨコに関心を示していたライプチヒがノルウェー代表 FW ヌサを獲得したことで、リバプールが移籍先の最有力候補に浮上した。リバプールはバカヨコに対し、長年関心を示してきたが、ついに実を結ぶかもしれない。契約が残り1年を切ったサラーの後継者として、長期的に期待できる選手と見られていると報じた。イーゾクブスがダメならバカヨコは欲しかった。サラーからバカヨコ、ディアスからゴードン、アリソンからママルダシュビリという考え方かな。クブスの方がいいけどなかなかプレミアから取れないよねリバプールは。バカヨコ取れたら個人的に満足。アンカーも欲しいがアンカーの補強だけはマジで望み薄なんだよな。ということは久保はなしってことか？見たいのは久保ありそうなのはバカヨコ欲しいのはクブス。バカヨコが久保より安いのはさすがにバグでしょ。ボンド35無で取れるとかおかしいって。日本人的には久保が見たいけど年齢も価格も実績的にもバカヨコがいいのかな。久保の値札下げてくれたらいいんだがな。とりあえず早く一人でも補強決定しないと市場終わる。